しいダンジョンみたいです。ダンジョンにオメガパワーを。ここから準備。ダンジョンに行く前に、ここから準備。ジュリちゃん頑張る。みんなの期待に応えるために、今日はジュリちゃん頑張っちゃうよ。この曲、これジュリリンのデビュー曲だね。そうなんだ、初めて聞いたけど。うん、いい曲だね。私もそう思います。そんな当たり前のことより、こんなところでどこの誰がジュリちゃんの歌を歌ってるのよ。ジュリちゃんの熱烈なファンが熱唱してるんじゃないかしら。いや、私にはわかるぞ。これは音楽による精神攻撃だ。マスター、耳栓をしておかないと、いずれこの歌声に操られてしまいます。どうなの？こら！歌ってるのがジュリちゃんじゃないとはいえ、歌にケチつけるのは禁止！だけど実際誰なのよ。マジでムカつくったらあれしない。ジュリちゃんの歌を歌っていいのはジュリちゃんだけなんだから。強くなったよ。えい！
Thank you.
私歌詞覚えちゃった。私もダンジョンを探索しながらつい口ずさんじゃいますよね。ファンのみんなにも歌ってもらえるようにって作ってもらった歌だからね。冗談じゃないわよ。ジュリちゃんの歌に合わせて歌うならともかく、さっきからダンジョンに流れてるこの歌声、人の歌を好き放題歌いまくって何様のつもり。それにしても上手だよね。本当にジュリリンが歌ってるみたい。ジュリちゃんの歌はジュリちゃんが一番うまいんじゃないかな。何言い出すのよこの天然ニート。この歌のどこがうまいっての。そうね、今歌っている子も上手だとは思うけど、でもやっぱり私はジュリちゃんの歌声の方が好き。でしょでしょ、さすがゆりちゃん、わかってる。とにかく歌のことはなるべく気にしないで早く旅に進もう。最強防具なんてもうどうでもいい。調子こいて歌ってるやつ締める。とっておきのプレゼントだよ。一枚だ。えい！
どんどん行くよ。こんなのダメだよ。
くなったよ。Thank you.
ようやく理解できたみたいね。不安なことはいっぱいあるけど、そんなものには負けないって決めたの。応援してくれるファンのためにもね。ファンのため、ジュリちゃんはいつだって全力全開、みんなのために頑張っちゃうんだから。それともちろん自分のためにもね。じゃあこれからはジュリちゃんも応援するわ。あなたのこと、活躍、楽しみにしてる。やったー、これで最強の防具をゲットだね。ま、そんなものはなくったって、このジュリちゃんは誰にも負け。ボン！ジュリちゃん。お姉様？うわぁ、ゆりちゃん？いつの間にかこんなに強くなってたなんて。私、とっても嬉しいわ。ありがとう、お姉様。トップを目指す子たちの気迫ってすごいから、ジュリちゃんも負けてられないって思って。アイドルとしての経験が水瀬さんを成長させたのですね。素晴らしいことですわ。かっこよかった。ううん、キラキラしてて目が離せなかったよ。覚悟を決めた戦士の戦い、なかなかのものだったぞ。やっぱりアイドルって輝きが違うよね。私もジュリさんみたいになりたいって思っちゃいました。そうやって憧れてもらうのもアイドルのお仕事だからね。ま、ジュリちゃんの輝きには誰もかなわないと思うけど。私、ジュリちゃんのことずっとずっと応援するわ。だからこれからもステージでキラキラ輝くジュリちゃんの姿をたくさん見せてね。もちろん、ステージだけじゃなくて、いつでもどこでもジュリちゃんは最高なの。クリアできてよかったよ。